ってっと。今回の金城は正真正銘社会悪のクズだったな。鴨志田にまだらめだってそうだ。自分の欲望のままに他人を傷つけ搾取する。でもさ、そいつらの悪事に気づいてるやつも周りにはいるわけだよな。なんで見て見ぬふりするんだろう。助けたりしないのか。勇気がないってことか。人間って弱いな。人間か。なあ、我が輩って本当に人間になれるのかな。お宝触った時思い出したんだよ。無理して忘れようとしたけど、我が輩本当は人間じゃ。誰に物言ってんだ。考えてみりゃそんなはずねえよな。我が輩怪盗団のセンターだし。よし。夜更かしはお肌には。主よりお話だ。おとなしく聞け。今度は醜き暴食の塔を下したか。見事だ。公正に励んでいるようで何よりである。囚人ごときにはもったいのないお言葉、大切にしなさい。あの男の話覚えているだろう。そんくらい鶏でも覚えていられる。いい気になるな。廃人化の件ですね。他の能力者の話だ。公正をなすならばいずれ相まみえることになるかもしれない。楽しみが増えたな。お前にはより力を磨いてもらわねば困る。私から贈り物だ。今のお前にふさわしい新たな力を与えよう。戻りなさい。処分したみたい。それでそのお姉ちゃんたちが金城を確保したって。
何？消されちゃ困るからって理由みたい。マフィアなんて言われてた連中だし、ありえるのかもな。改心成功したのかな。まだ何とも言えないな。そっか、金城が言ってた精神暴走って？わからん。でもニュースで盛んに言ってる精神暴走事件とかのことだろうな。我が輩たち以外にパレスに入ったやつ、本当にそいつと関係あるのかもしれん。そうだね。今はとにかく金城が本当に改心したのか、その結果を待つしかないね。ありがとう。はよーす。なあ、ちょっといいか。あ、よし。どうした？行くぞ。
少し熱中しすぎ。お前がいてよかった。感謝する。まるでテオだな。意味が通じているのか不安なんだが、今のは比喩だ。俺が言ってるのはゴッホの弟のテオだ。ゴッホは生前評価されなかった悲劇の画家だが、唯一の理解者であり支援者だったのが弟のテオだ。まあ俺みたいなのに付き合ってくれるやつは珍しいからな。ところでその手のカードか、白紙のものを見るとつい何か描きたくなってしまうな。いいか、バカな。よし、なんだと。うん、会心の出来だ。どうだ、なかなかだろ。これならスランプも。俺の絵が本物のスキルカードに。ああ、なあ、これからも相談に乗ってくれないか。スランプを克服できればさっきみたいに、いや、もっと怪盗団に貢献できるはずだ。そうだな、怪盗らしく取引と行こうじゃないか。協力の対価を約束しよう。君の所持品からカードが複数発見された。同じカードの使い道は見当つかないけど、画祭に長けた者が君の近くにいた。そいつに何をさせてたの？我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、皇帝のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。死体は済んだし、今日はもう十分だ。続きは寮に戻ってから書くよ。完成したらまた連絡する。またな。おう、帰ったか。
ごゆっくりどうぞ。あのさ、授業を始める。
ピピッと来た。聞いてくれ。実はな。
おい。それでは伺います。じゃあ、またね。